にちは、ちちちゃです。それでは今回はマガジンのコラボイベントクエストに挑戦し、真島ヒロ先生がデザインしたオリジナルのコラボ装備、武器も防具も作成しに行きたいなと思います。ということで今回挑戦するコラボイベントクエストはこちらです。マガジン紅蓮学園の王。それでは早速クエストの内容を確認していきましょう。メインターゲットはテオテスカドルの討伐、目的地は火山、サブターゲットがテオテスカドルの頭部と浴槽の破壊。少年マガジン編集部、炎を身にまとい全てを焼き尽くす五竜テオテスカドル。文字通り身を焦がすような興奮を提供するクエストを用意した。クエストを達成した時には編集部特注の装備が作れるアイテムを送ろうということなんで、早速アイテムをゲットしに行きたいなと思います。今回食べるクエストは暴れ打ちです。お腹空いてきた。今深夜3時なんですよね。行くぞ。マガジン紅蓮学園の王。はい、ということで火山来ました。ここはどこだ。コックピットの地図を消しているのでちょっとどこかわかんないですね。ここ出てみましょう。あ、2番か。2番スタートでした。テオテスカトルは初期位置、一番上のちっちゃいマップなんですけど、すぐに7番に移動していきます。あ、ここ5番だ、2番じゃない。ちょっとマップの番号を覚えてなくて大変申し訳ありません。とりあえずこのドーナツ型のところに移動してくるんですが、まだね、上のちっちゃいところにいるんじゃないかなと思いますので、ちっちゃいとこ見に行こうかなと思います。そして今回テオテスカトル、サブターゲットが頭と浴槽の破壊になってます。頭部に関しては頭部に一定以上のダメージを与えれば破壊できるんですが、ただ頭部の破壊は体力が一定以下にならないと破壊ができなくなっております。なので先に睡眠で眠らせて、羽に爆弾を置いて浴槽を破壊し、その後頭も破壊しに行こうかなと思います。移動後ですね。あっちから行けばよかったな。頑張って走りまーす。テオテスカトルの肉質的にはガンナーはもう尻尾一択なんですね。尻尾が非怒り字で60、怒り字で65、そして頭部が非怒り字で45、怒り字でも50なので、もう尻尾一択なんですが、今回は頭の破壊もあるので頭も狙いたいんですけど、今ね、頭に矢を撃っても燃えてしまいます。なのでダメージを与えることができません。炎をまとってるときは弾は消えてしまいます。この状態はひるみを取ると解除されます。よっ。普段はね、尻尾の方にいるんですけど、今回は破壊をしないといけないので、ちょっと立ち回り変えていきますね。とりあえず毒入りました。寝ました。では羽を破壊しようと思います。よっ。羽の耐久値は100ですね。ほいほい。頭がお留守なんで、うん、弾撃っていきまーす。ほっ、よいしょ。ほいーん。テオテスカトルはですね、正面に立つと急に飛びかかってきたりするので、あんまりおすすめしません。ほっ。
特にガンナーの場合は尻尾が痛い肉質が効くので、基本はお尻に向かって移動しながら戦うのがいいんですが、今回は何とか破壊したいよ。麻痺取れました。よっ、あとは多分体力減らすだけだと思うんですよね。ほいっと、翼は余裕で壊れてるし、よっと、睡眠をつけます。頭の耐久はなかなか高いです。320、よいしょ。とりあえず寝かします。うーい怖い怖い怖い。よいしょ、待て、後ろに回ってるとこの攻撃を誘発することができるので、この攻撃中非常に尻尾打ちやすくなります。そしてオーチャル爆弾を調合して爆弾を置きます。多分そろそろ体力的にも破壊できると思うんですよね。はい、まだか。よっ、ふぅ、今もう頭攻撃できなくなりましたが、できるようになりました。うぃ、痛いやった、今の攻撃に関しては粉塵のばらまき具合でどこに攻撃が来るかが分かってきます。やった、よいしょ、頭オッケー。ターゲットクリア、よいしょ、やってしまったふーい、ふい、危ない。じゃあ、あとは尻尾に張り付こうかなと思います。ほい、尻尾尻尾、よし、お、引きずってる。移動しました。いにしえの竜飛砲、あとは倒すだけですね。結構固粒種が好きです。小型モンスターが全員いなくなるのでミスがね、だいぶ減るんですよね。もちろん固粒子は非常に強いので戦いづらくあるんですが、それでも小型モンスターがいないっていうだけでだいぶ戦いが楽になります。ふぃー、飛んでいくかと思った。あ、ちょっとやめて、あ、やめて今猫に殴られなかったら2回目は武士道回避できたと思います。猫ね、ほんとお疲れ様です。無事破壊できてよかった。で、このコラボクエストで双剣と、あと防具作成できます。オリジナルの双剣と防具が作成できるので両方ちょっと作成してお見せしたいなと思います。イエーイ、お疲れ様です。ここ綺麗よねこの煙がめちゃめちゃ綺麗。
何個手に入るかな。よいしょ。名店の推しくず、名店かな。少年マガジン編集部が特注した装備を作るための素材、常闇を切り裂く流星のかけらが2つ、そしてサムネ2個ですね。1クエストで4個ゲットできました。でも多い時は多分5個とか、手に入る時も5個6個の時もあるんじゃないかなと思います。てかあります。はい、ということでまず女性用の装備からご紹介したいなと思います。よくないですか。こちらがゾディアスシリーズですね。真島ヒロ先生がオリジナルでデザインした装備になっております。かっこよくないですか。で、これの青い部分が一応星空をイメージしたデザインになっているということです。かっこいいなやっぱ結構中二病心をくすぐるような装備じゃないかなと思います。普通におしゃれ装備でもありますよね。で、色なんですが、もうがっつり変われるんですよ。赤良くないですか。赤かっこいい。で、だいだい入れも大丈夫だし、もう黄色もね、いけてますよね。で、緑もいいし、もう虹色で、桃色も可愛いんですよね。もともとのベースにちょっと青が入ってる感じになってるのかな。これも良くないですか。おぼろ隠れもかなりかっこいいかなと思ってます。で、発動スキルが回避性能プラス1と飛燕と明鏡止水になってます。で、スロットが4つ空いている感じです。ただまあ上位防具なんで、まあ、実用性があるかって言われたらうんですけど。はい、ということで、こちらトランプマンさんから送っていただいた動画になります。声は後付けでーす。男性用もかっこいいですよね。男性用にちょっとデザインを変えてかっこいい感じになってるんじゃないかなと思います。男性用なのにお腹が空いてるのも結構珍しいのと、女性用は髪の毛ピンクだったけど白になってるっていうのがまたかっこいいんじゃないかなと思いますね。ほんとスーパーサイヤ人っぽい感じで、先ほどお見せしたの私のが弓じゃないや、ガンナータイプだったんですが、こちらが剣士タイプです。ただ剣士タイプもスキルは変わりません。穴も4つになってまーす。いやー、男性用かっこいいな。はい、ということでこちらがコラボ装備のグレン爆エンジン双剣ですね。攻撃力280で回心が 10%、 右手が火属性34で左手が爆破の42となってます。スロットはありません。そしてゲージもね、どんだけ伸ばしても白ゲージっていう感じではあるんですが、まあ、相続性って結構ロマン的なところもありますし、で、片方火で片方爆破なんで、まあ、使えなくもない感じになってます。よかったら作ってみてください。はい、ということでさらにさらに作成できるこちらが EX カイザーシリーズです。発動スキルとしては見切り3ミニ戦と回避性のプラス1という、そういった装備になってます。なので、このコラボイベントクエストは、防具が2種類、さらに武器が1種類作成できると、いろいろてんこ盛りなのでね、よかったら皆さんもぜひぜひ、このコラボイベントクエストを挑戦してみてください。さらに、このイベントクエスト、テオテスカトルの最小金冠も出やすい。クエストになってます。出やすいって言っても私過去15回ぐらいって出なかったのでまあ時の運ではありますので、そちらはご了承ください。ということで今回は以上に。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。
チャンネル登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをお願いします。またねー。